いいか。どうする？戸締まり頼んだぞ。あのさ、まずはおめでとうと言っておく。主より賛辞の言葉をいただくとは。家宝にしろ囚人。美学を共有する仲間と出会い、お前は現実に自分の居場所を見出した。いよいよだ、お前の更生が始まる。今のお前になら話してやれる。お前には特別な素養がある。だが素養は磨かれて初めて力となる。今はまだ弱い。それを養い、来たるべき破滅に抗いうる強さを得ること、それがお前に課す公正だ。破滅に抗う力を得る術はいくつかある。シャドウと戦い経験を積むことも一つ、先に教えた合体もその一つだ。主がお前を手引きするのならだ、囚人。僭越ながら私たちからも助言を。お前が現実を過ごす合間に契約した者との関係を洗練させろ。契約した者と同じ時を過ごす、それが関係の洗練につながるのです。ダミーを貪る暇ができたら契約者を訪ねろ、囚人。それもまた主がおっしゃった破滅に抗いうる強さを得る術です。同志たちとの契約でお前の心は着実に抗う力をつけている。更生は順調なようだ。実に喜ばしい。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層更生に励むがいい。期待している。よし。刻限です。つかの間の休憩時間へと戻りなさい。契約者を訪ねることを忘れるなよ、囚人。お前知ってる？先週伝えた通り、今日の体育は中止。この時間は生活指導ね。要は事件についてはむやみに言いふらさないこと。それだけ。鴨志田先生のことはまだ警察が調査中だし、私の口からは何ともね。ただ一教師として生徒のピンチを見過ごしてたのは申し訳なかったなと。弁解じゃないけど、同僚として見る限りじゃ鴨志田先生はまあ普通の人だったから、正直
まだ実感湧かないんだけど、人の顔って一つじゃないってことね。先生も大変だな。そういえば昔ちょっとだけ心理学をかじったことがあるんだけどね、人間って心の中の無意識の部分にいくつも別の人格を持ってるんだって。別の人格？ああ、多重人格とは全然別の話よ。その別人格は本人とは違う性別だったり、かけ離れた年齢だったりもするの。というか神話の神様とか怪物とか、そういうものさえもともとは人間のイメージなんだとすれば、その別人格を実際に目で見られたら、一つや二つは怪物の姿かもしれない。ほうほう。あれ、今日珍しくみんな起きてるじゃない。ひょっとして今日私結構ためになること言ってた？まあ全部本とかの受け売りなんだけど、なんか昔の知識が今になって腑に落ちた気がするわ。回答お願いチャンネル、地味に書き込み増えてんぜ。いつも仮パクする友達に謝罪させたい。そんなのてめえで何とかしろっつーの。ねえ、あの子たち。怪盗が鴨志田の心を盗んだって噂、あれ本当かな？作り話に決まってるでしょ。怪盗なんてマジで信じてんの？だけど鴨志田ああなったじゃん。飛び降り騒ぎで隠し通せなくなったから自分でゲロっただけっしょ。まあそっか、いるわけないか。それよりこんなことで学校有名になるのマジ迷惑なんだけど。進学とかに影響あったりするのかな。やっぱあんなもんなんだよな。けど今に見てやがれ、誰でも知ってるような大物を二人三人とやってけば信じるしかねえはずだ。で、その大物だけど今のところ目処なしなんだよね。あんたたち鴨志田に暴力まがいの脅迫したって噂立てられてるし、しばらくは真面目に学生生活を送るしかなさそうだな。ただいざという時のために準備だけはしておけよ。俺の方は大物の情報が転がってこねえか見ておくから。私もネットでいろいろ探してみるね。しかしせっかく怪盗団結成したっつうのに狙う相手が見つかんねえとはな。まあまあ、うまくいかねえもんだな。失礼します。お呼びでしょうか。鴨志田君のありさまは君も見たね。まるで人が変わったようじゃないか。絶対に何かおかしい。おっしゃってる意味が。聞けば妙なちょっかいを出していた生徒らがいたそうじゃないか。その連中が先生に何かをしたのか。したとしたら誰なのか。つまり鴨志田先生は生徒に何かされてああなったと。それを知りたいんだ。大人が学生のコミュニティに立ち入ってもねえ、君に探ってほしい。確かに鴨志田先生についてはいろいろ噂もありますが、まさか例の怪盗団のことと。鴨志田先生が変わったのは事実だ。原因が何なのか正しく掴んでおきたい。マスコミや警察への対応を間違えないためにもだ。はあ。鴨志田先生には引き続き私が話を聞く。君は何かをした誰かを探るんだ。出ないと無責任の噂も収まらない。そうだろう。入学以来定期考査は毎回のように学年首位。そこもやけ教師からの人望も極めて熱い。どこの大学にも推薦できるよ、新島誠君。ありがとうございます。
やはり血筋なんだろうね。確かお姉さんは若くして警察庁のキャリアだったかな。君に何か不本意があったらお姉さんはあまり都合が良くないだろうね。わかるかね。はい。さすがは生徒会長、急いでもらえると助かる。早速取り掛かってくれたまえ。失礼します。先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。例の件で。はい、抜かりはありません。早速調査に。もちろんです。いい結果を、はい、近日中にはお伝えできるかと。それでは失礼いたします。お時間いただきまして誠に。見てくれた？回答お願いチャンネル。あれ立ち上げたの俺なんだよね。さ、回答は君らなんだろ。ごめん。いや、もし俺が思ってる通りなら秘密にしといた方がいいよな。鴨志田なんかに利用されて、俺は君にもひどいことをした。そのお詫びってわけじゃないけどさ、俺にできることがあったら何でも言ってくれ。そう言ってくれると嬉しいよ。悪い大人は鴨志田の他にもたくさんいる。でも怪盗ならきっと何とかしてくれる。絶対一度きりで終わるはずない。だから悩み事が集まるサイトを作ろうって思ったんだ。怪盗団の今後には期待してる。内心そう思ってるやつ多分たくさんいる。だからあのページには匿名アンケートも実装してあるんだ。怪盗団を信じますか、信じませんか。俺はいつかこいつを支持の声でいっぱいにしたい。怪盗団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。ああ、好きにさせてもらうよ。世間の評判とは別のところで怪盗団を支持し続けた声があったらしいわね。怪盗団を熱心に応援していた者がいる。もしかしたら君の近くにね。どうなの？我は汝、汝は我、汝、
ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我月のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、じゃな。聞いてたぜ今の。ったく声かけずれんの。なんの、あのサイト三島くんのだったんだ。我が輩たちのことバレてるんじゃないか。たとえそうでもあの様子なら大丈夫だと思うけどね。一応後でお話ししとくか。しかし悩み事が集まるページな。こいつは意外と使えるかもだぜ。まあいい、ともかく大物探しだな。それが見つかるまでは準備ね。見つかったらまたパレス行くわけだから装備とかも。せあ、何よ急に。俺ら直試験じゃね。その様子じゃ今回もひどそうね。お前だって英語ばっかだろ。何もできないよりいいじゃん。リュウジは日本語だって怪しいぜ。お前は人間かどうかが怪しいんだよ。今のうまくね。拳で語り合うか。上等だこら。やめろっつーの。よし、あのね。あのさ、でも。あのね、アンガト、
よし。そうだ。ここの鍵だ。今日からお前が戸締まりしろ。帰りをいちいち待ってられないからな。分かってると思うが、火事だけは起こすなよ。なんだよ。また来い。よし、どれにするんだ？おう、それにするのか。壊すんじゃねえぞ。あ、それか、気に入ったか。それにするのか、どうだ。そうか。よし、どれにするんだ。また来い。
まあいいだろう。ありがとうごめん。まあいいだろう。ありがとうごめん。まあいいだろう。ありがとうごめん。まあいいだろう。随分と公正の事件を執行したったいです。可もなく不可もなくといったところですか。これでよいのか。過度な力は破滅を招きますよ。可もなく不可もなくといったところですか。もう終わりか。なんだ、せいぜいあがけよ。よっしゃっお、やるのか。ありがとうございます。マジかよ。さあ、それでは。よし、帰るとするか。
そうそう。じゃあ教科書開いて。これだ。その通り。ろくな書き込みがねえ。恋人やら親への愚痴ばっかだ。パレスを持ってそうな大物の依頼、来そうな気配もねえし。ネット限界あるね。これで名前や居場所までって言っても。自力で探すしかねえか。警察も見逃してる大物、足で見つける気か。だよな。とりあえず試験終わるまで待つか。もうちょい様子見て、いよいよ見つかんなきゃ。そん時は。ここ侵入禁止のはずだよ。話終わったらすぐ出るって。つか会長さんが何か様子か。問題児くんに噂の彼女、それに訳ありの転校生、変わった取り合わせだなって思って。感じ悪。ところで鴨志田先生といろいろあったみたいだけど。とぼけてるの。それくらい接点ないってことです。ふん。前歴のこと鴨志田先生が広めたらしいわね。バレー部員を使って。憎くない？鴨志田先生のこと。さっきから何なんすか。つかこいつすげえ人間できてるんで。気を悪くしないで。鴨志田先生の件で動揺してる生徒も多いの。予告状みたいなおかしな張り紙の噂もなかなか消えないし。いいかい、新島先輩ってあんなセンスない張り紙のこと気にしてんだ。センスねえことはねえと思うけど。つかもうよくねえすか。話しかけられてると出れねえし。悪ふざけに付き合わされる身にもなってよ。悪ふざけ。そうそう、ここね、例の事故もあったし閉鎖することになったの。誰かさんたちが無断で入ってるって、そんな噂もあるしね。お邪魔してごめんなさい。何よあれ。見つけられてるな、あの女。なかなか頭が切れそうだ。用心しろ。マジでムカつく。めんどくせえことになったな。そういえば
ちゃんと勉強もしろよ。特に龍二、知性で解く罠だって少なくないだろうし、日常の行動すべてが力になると思えよ。そうだね、怪盗のためって思えば勉強だって。まあそうだけどよ、せっかく世直しすんぞって気合い入ったとこなのに乗らねえな。だったらその前に面白い場所へ連れて行ってやろう。もともと我が輩の仕事を手伝うって約束だしな。あ？仕事？我が輩について来い。